こんにちは。手で芸をするコミーです。はい。今日はチコリータがいっぱい出る日ということで、そんな時間に外に出ました。そして昨日は激鎮だったミュウツー。はい、さすがですね。土曜日ということで人がたくさんいました。なのでみんなで力を合わせれば勝てるんだということを、はい、知りました。で、ちょっと時間がずれて2箇所でやっているところがあったので1個ゲットしてもう1箇所の方にも行きました。ちょっと戦ってるシーンを録画しようみたいな余裕がなくて、はい、こちらはやっとそのゲットチャレンジのところだけ、録画できました。ちょっと興奮状態にありましたね。ゲットしてから慌ててやべやべと思って1回目は録画して、2回目はそう戦ってるシーンはね録画できなかったんだけど、はい、これ2回目の時はね1球目で撮れました。すごかったです。駅前ということもあったとは思いますけど、もうなんか異様な感じでしたね、人の集まり方が。そうね、パーッと見渡すと、まあ子供とかもいたけど、どっちかっていうと立派な大人の方が多かった気がします。自分も含めてそうだけど、私より年上の方もいらっしゃったような気もするし、すごいですね。子供の遊びじゃないのかもしれないというふうに思いました。ハマっているのがね、うん。で、戦っている時にもね、他に参戦している人たちのレベルはすごく高い人ばかりでしたね、うん、だから長い人は長いんでしょうね、やっているのが。で、そう、そのミュウツー取った後になんかこれなんだこれやと思って撮ってみたら、これは噂のっていうか噂じゃないけど、はい、メタモンでした。で、3人フレンドが欲しいということで私コード貼らせていただいているんですけど、3人フレンド申請していただきました。ありがとうございました。ということでミッションが一つそれでクリアになっています。その次にねメタモンゲットっていうのがあったんですけど、この、録画の後に3人目のフレンド申請ということで、これが、このメタモンは、なんだミッションの一つには数えられない感じでしたね。だからこれからまた捕まえなくちゃいけない感じですけど、とりあえずはいフレンド3人というのは達成できました。そう、多分皆さん一緒ですよね、そのミッションはね。だからそこに差し当たった人でフレンドが増やせないという方は引き続きそうですね、チャンネル登録をしていただいた方というふうに一応ねルールは決めさせてもらいましたけれども、コメント欄でのやり取りをで、フレンドを増やしていくというようなところでこの場を使っていただけたらと思っています。はい、なかなかねフレンド増やす場がないですよねそういうなんか今回のそのミュウツーの時とかみたいに、まあ人が集まってればってことはあるけど、でもいきなり知らない人にフレンドになってもらえませんかっていうのもねすごく勇気のいることだったりもするだろうし、うん、ということでこちらでやり取りできたら楽しいなと思います。で、そうですね、フレンド申請していただいてなかなかそのギフトを私も送り返せたりしてないというところもあります。歩いてなるべくギフトをゲットして、はい、ギフトを送るように心がけてはいますが、すみません、毎日毎日ちゃんと送れていないと思います。はい、すみません。はい、これからもね歩いて、はい、
ギフトの交換とかもしていきたいなと思っています。はい、とりあえずミュウツーが取れたので、うん、ちょっとすっきりというかね、はい、また、はい、歩きます、手芸のためにね。はい、ということで今日は良かったです。ミュウツーの動画が撮れて、はい、ということで、お疲れ様でした。